ルちゃん、ありがとうです。いえ、いつもいっぱいお世話になってますから。それにしてもお客さん全然来ませんね。父が残してくれた蓄えやこのお店があるから当分大丈夫です。はるちゃんは心配しないでいいですよ。夏美さんって不思議な魅力があるな。はるちゃんかわいい。夏美さん、ちょっと。